お疲れ様でございます、えー。モッピーのポイカツですけども、今回ね、このニュースタンダードカードローンっていうカードローンのカードを申し込んで作ってみました。で、60日以内に10万円以上の利用ということだったんで、これ2ヶ月前にね、申し込むのと同時に10万円の審査をお願いしたんですよ。10万円貸してくださいっていうふうにね。まあ、そしたら今ね、私の口座に10万円入った状態で、さらに こちら、墨って書いてあるでしょ実はコミッションが入ったんですよ。今ね、1万円になってますけども、当時2万7千だったんで、こちらの方が増えてますよね。2万7千結構でかいでしょで、その次に出した動画で、あの、10万円借りたら2万7千円もらえるらしいみたいな、そんなサムネイルだったと思うんですけども、違いましたっけね まあちょっと動画探してリンクをつけときたいなと思いますけども、上の方になんか出てるでしょこれ、うん。これなんですけども、これよろしかったら見てみてください。えー、当時ね、2万7千につられて10万円借りてみたんですよ。そしてカードの方も、すごく簡単に審査の方が通って、えー、そのままね、ことが進みまして、10万円はすぐ振り込まれました。えー、そして今回は、コミッションのモッピーからの2万7千ポイントが今日入ったってことになります。ちょうど2ヶ月でしたね。本当にきっちり2ヶ月。 えー、2ヶ月に、まあ3、4日過ぎたんですけども、60日を過ぎた時点で報酬確定ということでね、うん、ありがたいなと思いました。で、10万円ももうこれからね、あの、金利はつかない、まあほとんどつかないみたいな安いやつなんですけど、まあでも、返しとこうかなと思います。<laughs> 今後のカードの審査に影響しちゃいけないので、とりあえず、どうしても10万円借りなくちゃいけないっていうことでもなかったんで、ここでね、えっ、ー、と、耳を揃えてお返しして、まあ、金利がもしついてても多分数百円だと思いますんで、はい、ということで、えー、今回、 良かったなってことでレビューも書かせてもらいました。それではまたポイ活の方を紹介したいと思いますんで、その時までありがとうございました。